32丁目の北側に面する148丁目の警察地区六八番街はニューヨーク市、マンハッタンの西側を南北に走る通りであり、北向きの一方通行である。八番街はウェストビレッジ地区のアビングドンスクエアで始まり、チェルシー、ガーメントディストリクト、ヘルズキッチンの東端、ミッドタウン、ブロードウェイ、シアターディストリクトの44ブロックを通って北に向かい、 その後コロンバスサークルで終了する。八番街は1954年6月6日以来北向きの一方通行となった。コロンバスサークル以北はセントラルパークに沿った両面通行のセントラルパークウエストとなる。110丁目のフレデリック・ダグラスサークル以北はフレデリック・ダグラス・ブールバードとなるが非公式に時々八番街とも呼ばれる。フレデリック・ダグラス・ブールバードは 西159丁目付近のハーレムリバードライブ、ハーレム川の近くで終了する。この通りはマンハッタンの多数の地点で、それぞれ異なる名称を持っているが、実際には一本の連続的な道である。ニューヨーク市地下鉄の IND8 番街線は、8番街の下を走っている。1990年代より、8番街が通るグリニッジビレッジや、 通りが接するチェルシー地区などに、芸用のレストランやバーなどが集まり、市内の芸の中心地となった。実際に、ニューヨーク市の例年のプライドパレードは、グリニッジビレッジの8番街に沿って行われる。さらに、ルドルフ・ジュリアーニ市長政権下で、タイムズスクエアに加えて家族に優しく環境が改善されるまでの、1960年代、1970年代。 および1980年代にかけて42丁目から50丁目の八番街は規定によらない観楽街となっていた。八番街沿いの著名なブロックやブロック内の名所には次のようなものが含まれる。ありがとうございます。